との勝負になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。中インサイドさばくの上手ですからね。ただここで一つインコース、そのインコースを西川が肘を畳んで運び込んでいきました。見事にインコースをさばいてツーランホームラン。好投を続ける床田に援護点。床田送りバントの後、よし任せたと言わんばかり1番の西川ツーランホームランで先制です。いや野村さん、直前にインコース打つのが上手いですからねという話ありましたが、そうですね、意識は当然あるんだと思うんですけども、サバクもずっと自信持ってますから、